12月17日グランドソウルカフェガンズで行われる平熱クリスマスに出演するザ・キングオブプラネッツでジングルベル、この番組は君の部屋をライブハウスにするミュージックビンゴ、この番組の提供はガンズミュージックエンターテインメントの提供でお届けいたします。はい、皆さんこんばんは。こんばんはということで12月に入りましたミュージックビンゴですけれども、もう早いですね、はい、12月ね、うん、一番恐れてましたけど、はい、来ましたね12月。12月は すぐ来ますよすぐ来ます、もうびっくりですよ。1月もそんなことを言ってたんですけど、はい、こんなに早く来る、はい、まあ、あの最近季節感があまりこうない感じ、うん、さねえ、これなぜかなといろいろ考えたら、小学校の時は、うん、あの登下校の時、登校する時に氷張ってるのを見たりするじゃないですか、うん、これで、まあ、冬が来たなっていうのを体感してたんですけども、うん、今あまり僕も早起きではないので、MC ブサイクさんは5時に起きてるから5時起きですけどね、凍ってるのを見たりするんじゃないですか。ね、風呂桶、壊れた風呂桶に巨大な水槽にしてメダカを飼ってるんですけど、凍るのが2月ぐらいです。あ、昔は11月後半ってもう凍ってたような気がするんですけどね、うん、ねえ、それ見ることがないんで、もうちょっと寒さの体感が違うのかなと思って見たり、うん、そうな、またあと着る服の機能性が上がったそれはあるよ。何ですか、ナイアラテックっていう、そうそう、ヒートホニャララとか ね肌着、あったかい部に、あったかい部に昔はねだるまのように着てましたけれどもね、はいはい、それがですね最近は薄着が おしゃれですから、はい、で僕はどっちかっていうとね、やっぱりあの着たいタイプなんですけどね分かりますよ、分かります。僕の夢は、はい、自分の寝る寝間をですね、はい、布団を全部詰めるんですよ、うん、あの部屋の天井まで、はい、でその中に穴を掘っていって、熊の冬眠のように、はい、そのちあの丸い何ですかそういう空間を作って、はい、その穴に入って寝る、ただ360度、はい、もう全部布団です。これはねあったかいんじゃないですかね。布団も機能性が高いでしょ、はい、あの羽毛布団のちゃんとしたやつなんて、うん、で夏涼しいとかって言われても、まあ、はい、本当驚くよねでなんすかねなかなかあのそうですよね、はい、それはおっしゃる通り、
なんですけれども、まあ、そんなあなたの防寒対策をちょっとファックスいただければなと思ったりもしますけどもね。でも今日は読みませんということで番組進めてまいりたいと思います。ライブパーソナリティバカンさんと MC ブサイクとそしてジュンです。以上のメンバーでレディオビンゴスタジオよりお届けいたします。ファックスナンバーは 084-920-8765 084-920-8765。 ミュージックビンゴスタートです。ジュンのジャズコレクション。このコーナーは私シンガージュンがチョイスした懐かしい曲を歌っちゃうコーナーです。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日はあまり懐かしくないんですけども、うん、2014年発売のデュエットソングをお届けしようと思います。はい。フューチャリングは MC ブサイク兄さんでございまして、はい、初めてのジャンルです。T ジルという曲なんですが。そうですね。うん。この曲なんですけども、潮騒のメモリー、はい、アマちゃん、うんうん、で流行りました翌年の曲でございます、うん、中井貴一さんと小泉京子さんが歌われたデュエットソングなんですが、うん、こちらなんですけども作られたのが横山健さん、いいねの、あ、はいはい、クレイジーケンバンドの、はいはい、健さんが作詞作曲をなさっているということで、うんうん、オーケストラですよね、あれ。そうです、ビッグバンドです ね、ビッグバンドジャズですね、うん、感もなんかブリブリなったり感じがすごくかっこいいんですけども、うんうん、こちらは続最後から2番目の恋というドラマの主題中、はい、うん、劇中歌で流れて、うん、そして流行ったそうなんですけども、うん、オリコンチャート14位まで。おお、すごいじゃないですか、うん、あ、そんなに有名な曲なのに知らなかったんだと思ってちょっと恥ずかしかったんですけども、こちらの曲のコンセプト、僕は全く知らなかった。私も演奏するまで全く知りませんでしたねえ、すいません、はい、本当にあの歌う方も演奏する方も、うん、あのレベルの高い、はい、レベル高いです、ね、テンポも速くてレベルも高いです、ね、うん、曲だなとそんな風に思ったんですが、横山健さん曰く、琴鎌倉のしっとり感、うん、海の夕暮れ感、かっこよくてチャーミングでちょっぴりすっとこどっこいなムードを呼び込めたらいいなというふうに書かれておりますけども、歌詞を見たらやっぱりそんな感じですよね。そうですね、まあ、あの横山健さん割と海にまつわる歌っていうのがね、うん、多いですから、はい、うん、突拍子もないところに猫が出てきたり、はい、あのトンビが出てきたりなどというところがあるんですけど、うん、私的にはですね、あんまり携わったことのないジャンルなので、うん、どう歌っていいのかなっていうのもありながら、うん、MC 兄さんからはあのキャピキャピした感じでお願いしますというお願いをされたので、うん、ちょっと自分の中ではない可愛い声をちょっと表現してみたかなと思っております、はい、うん、こちらを今日はお届けしたいと思います。 T ジロ、thank you.
このコーナーは瀬戸内ソウル許可局公認バンドザ・キング・オブ・プラネッツのボーカリスト私 MC ブサイクが注目のアーティストや大注目のライブイベントを肩の力を抜いてご紹介するコーナーでございます。このコーナーをお聞きいただければ1を知って10を知ったかぶれるというビンゴエリアのミュージックシーンにおいて人気大沸騰のお時間になっております。それでは早速参りましょう。今週の特集はこちら、平熱聖夜2017の楽しみ方パート3。はい、先月から続けております。12月17日の日曜日、グランドソウルカフェガンズにおいて行われますビンゴミュージックシーン最大のクリスマスイベント、平熱聖夜2017の楽しみ方を今週も私プッシュプッシュパワープッシュさせていただこうと思います。え、今日はですね、関東直入に申しましょう。平熱聖夜2017は何がすごいって、ここがすごい、ビンゴミュージックシーンで活躍する多彩なボーカリストが大集合。それでは申し上げましょう。その1、ご存知ミュージック、ビンゴミュージックシーンの生きるレジェンド、生きる宝、徳さん。その2、歌う鍵師、最高の声量、最高のシャウト、最高のダミ声、赤木さん。その3、ご存知ミュージックビンゴのパーソナリティ、今私の目の前にいらっしゃいます純子の前に道はなし、純子の後ろに道はできるという言葉も、キングオブプラネッツのメンバー間では飛び交っておりますが、ご存知純ちゃん。その4、私こう手前味噌で申し訳ないですが一応申し上げますね、福山生まれ桑井畑育ち、瀬戸内ソウルはお任せください、私 MC ブサイク。この4名以外にもさらに諸事情が複雑に入り組んで事前に発表できない優れたボーカリストの方がまだいらっしゃいます。この方もお客様を必ず満足させていただけることでしょう。そして、うちはネタになってしまうんですが、瀬戸内ソウル許可局公認バンドザ・キング・オブ・プラネッツのボーカルでもなくコーラスもしていない、まあ、いわゆる楽器担当というメンバーが年に一度だけマイクを握るコーナーが今年もございます。これ3回目なんですけどね、不思議と好評ですよね。私の立場から言うのもなんですけども、ちょっとやきもち焼くぐらい好評ですよね、今年は誰が何を歌うのでしょう。40代後半以上の女性にはですね、ズキュンとなることでしょうというヒントだけ、ここで申し上げておきましょう。もう一度申しますが、先ほどのボーカリストの面々単発でそれぞれのライブを見ようと思えば見る機会もあるでしょう。ただこれだけのメンバーを勢ぞろいで一度にドカンと見れるのはガンドソウルカフェガンズで行われる平熱聖夜2017だけと言っても言い過ぎではございません。この手だれのボーカリストたちが本番で一体何を歌うのか、ぜひご期待ください。というわけで
フェヌステア2017、まだまだお楽しみなネタはたっぷりございます。来週もこのコーナーで発表していきますのでお楽しみくださいませ。それでは聞いていただきましょう。歌う鍵師赤木さんで歩いた数だけ。チケットは残り少ないです。悩んでるならお急ぎください。佐藤清兵衛の鎮守の森のお祭り林のミニミニコーナーやってまいりました。4週にわたってお送りしました時代を遡るジョン・レノンカバー祭り、いよいよ最後でございます。というわけでございまして、ジョン・レノン言わずと知れたビートルズメンバー、1980年12月8日ニューヨークで殺されてしまいました。ガンちゃん明日やね、いよいよ、はい、なんかこの季節に来ると思い出してしまうよね、はい、ということで4週にわたってジョン・レノンナンバーを他のアーティストがカバーした曲ばかりを、時代を逆に遡ってご紹介しております。今から45年前、ビートルズが解散して2年後、1972年に発表されたこの曲をご紹介したいと思います。ハッピークリスマス War is over。 これね、当時まだベトナム戦争終わってなかった、終わってないのに、はい、歌の中で戦争終わったよって語りかけてるんですよ、うん、ベトナム戦争をまあ嘆いてというかね、争いをやめようじゃないか、望めば戦争は終わるんじゃないかという、まあ、いわゆるポジティブなメッセージソングなんですけどもね、歌詞の中にこう歌われてます、近しい人も大切な人も、お年寄りも若い人もお金持ちの人も貧しい人も黒人も白人もアジアの人たちもたくさんの先住民の人たちも恐怖のない新しい年が迎えられるといいよねという歌なんですけどもね、まあ、無宗教だと言われたジョン・レノンが歌ってるからこそ意味があるのかなと思います、望めばきっと争いはなくなるはずやで、全ての争いをやめようよとジョン・レノンが語りかけて、くれてるんですけども、今日のカバーナンバーは、
アメリカのシンガーソングライタークリスティーナ・ペリーのカバーで歌われております。聴いてください。ハッピークリスマス War is over。 So this is Christmas For we can foster all For rich and the poor ones The world is so wrong So happy Christmas Black and for white For yellow and red ones Let's stop all the fight A very Merry Christmas And a Happy New Year Let's hope it's a good one Without この曲聴くとな、ちょっとジーンと来てまうね。そうですね。ね。はい。はい、これを噛み締めて、明日の命日を、ジョンの命日を迎えようじゃありませんか。佐藤清兵衛の鎮守の森のお祭り林好き勝手お祭りをしておりますが、来週、いよいよ12月14日、年が迫ってまいりましたな。ミュージックビンゴ今夜も、まだまだ続いております。このコーナーは日々進化するドラムとプレイヤーをドラムビルダーボニードラムジャパン落合さんに伺う月一企画ドラム進化論のコーナーです。はい、本日もですね、お電話口にこの方が出ていただいております。自己紹介お願いします。こんばんは。岩本さん、こんばんは。
おお、なかなか賑やかな感じになってますね、落合さん、今日は。はい、こんばんは。はい、ボニーの隣の町に、はい、市柄上郡、はい、という、開成町ですねにある子ども音楽教室でレポートさせてもらってます。あ、今日はレポーターとして出張していただいてるんです、はい、出張させていただきました。ありがとうございます。はい、というのもですね、はい、今日はあの新商品の子供用の赤い太鼓ですね。あ、僕も YouTube で見ました。見ていただきました、はい、これなんですけども、ええ、これを、使ってこの教室で、うん、子供たちに演奏していただいた関係でですね、はい、お邪魔させてもらいました。あ、そうなんですか。はい、その、 あの音楽教室というのは何というお名前のところですか。はい、子ども音楽教室と言います。はい、あ、 お子さんがじゃあたくさん来られてるところなんですね。そうですね、うん、はい。そして今日はあの皆さんたくさんおられるということは、はい、今日皆さんにちょっとお話をしてもらいたいんですけども、はい、その前にこの赤い太鼓は何ぞやということをちょっと説明したいと思います。はい、12月、15日発売ですね、はい、77個限定で、子供用の太鼓を販売します、うん、これ大きさどれぐらいのインチなんです。これはね、インチというかこれセンチなんですけど、20センチちょいかな。あ、じゃあ小さい子が叩くにはちょうどいいですね。そうなんです。ところが、うん、はい、革は本革ですね。マジですか。はい、羊の皮を使う。おそんで木は、柳の木ですね。へ、はい、これを海外で作って今回77個販売します。なるほど。これあの小さい太鼓とはいえ、はい、ボニーの技術がそこに推移を凝らしてるわけですね。そういうことなんです。お子さんでもいい音で、はい、しかし今回その羊の皮を使ったっていうのはどういう経緯から。はい、これはですね、はい、あるアジアの中では、うん、プラスチックを使うより皮を使った方が早いんですよね。ああ、そうなんですか。はい、そんなノリがちょっと日本人の心をくすぐりました。はあ、なるほどね。はい、まあ今日あの本革を使うことはあまりないですからね。ないですね。うち私たちもないですよね。ないです、ないです。なるほど。そんな感じでこの太鼓を使って、はい、からあのクリスマスの音楽を、撮影をこの子ども音楽教室の皆さんとするんですけども、はい、今日はその、 あの子ども音楽教室の代表の小澤さんに、目の前にいますのでちょっとお話変わってもらいますので、はい、はい、小澤さん、こんばんは。あ、こんばんは。はじめまして、岩本です。あ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。小澤さん、あの子ども音楽教室というのをされてるっていうことなんですけど、はい、あのどういった音楽教室なんでしょう。はい、うちの音楽教室はですね、はい、3歳から大人まで70人ぐらい今通ってきている教室でして、ええ、鍵盤楽器から、はい、ドラム、はい、それからギター、はい、フルートもコースがあります。ああ、先生もあと2人来てくださってまして、ああ、なるほど、教室やってます。小澤さん自身は何をレッスンされてるんです。私自身が教えてるのはピアノ、はい、それから、ドラムとギターですね。あ、じゃあもうほとんど全部じゃないですか。なんか成り行きでそうなっちゃったんですけど。なるほどね。はい、じゃあ小澤さん大忙しですね。そうですね、おかげさまで割と忙しい感じにはなってます。あ、なるほど。はい、で、まあ、今回そのあのボニーの子供用の小さい太鼓を導入されたというのはどういった経緯でご使用になられたんです。そうですね、あのクリスマスが近いので、はい、子供たちにも太鼓を使ってもらいたいなと思ったのと、うん、まあ、本革を使ってというのはなかなかないことだったので、はい、本物の音を聞いてほしいというのと感じてほしいということで、うん、なかなかね、え、はい、今日はまだあの子供さんたち今何人そこにおられるんです。あ、今ね4人います。あと先生も2人います。あ、そうなんですか。はい、あ、じゃあちょっと皆さん自己紹介いきましょうか。
そうですね、せっかくなんで、はい、じゃあお一人ずつお名前をおっしゃってください。あ、担当楽器とお名前を、はい、じゃあ先生からお願いしてもいいですかね。 はい、どうぞ。はい、じゃあ変わりますね。はい、はい、佐々木美智子です。あ、美智子先生、はい、楽器は、はい、ピアノとエレクトーンを担当しています。あ、よろしくお願いします。変わります。はい、そして次は、はい、こんばんは、はい、二宮玉木と申します。玉木さん、はい、はい、担当楽器は、はい、フルートと、はい、ピアノエレクトーンを担当しております。ああ、鍵盤も行くのにフルートも行くと。そうです、素晴らしいです。ありがとうございます。はい、そして、はい、あと生徒さんたちが、はい、はい、ドキドキしてます。あ、ドキドキしてますか。はい、中1のゆつきです。中1のゆつきちゃん。はい、6年生のかりんです。はい、かりんちゃん、はい、6年生のかえでです。かえでちゃん。3年生のさきです。はい、さきちゃん、はい、以上ですか。ああ、はい、皆さん、あの鍵盤を受講されてる生徒さんなんです。あ、そうですね、今のところ。そうですね、ピアノとかエレクトーンもやってます。あ、なるほどね、はい、で今日あの演奏してくださる、曲は何という曲でしょう。あ、今日は喜びの歌、はい、ベートーベンの喜びの歌をしたいと思います。はい、じゃあちょっとここで早速聞いてみたいと思います。はい、はい、4年オーガです。4年ソラです。4年玉野です。6年渡るです。ということで聞いていただきましたけれども、これこの太鼓がボニードラムの新しい子供用の太鼓を使っている。そうです、はい。ああ、なるほど。あの、ご使用になられてどうです。いや、すごくいい音がするんです。普通プラスチックのヘッドだったらバインバインの音がよくするんですけど、割と温かみのある音ですよね。そうですね、子供たちも叩いて心地いいみたいで、あ、たくさん叩いてました、はい、あ、なるほどね。じゃあ、ドラムのレッスンなんかでもこの太鼓もご使用になられたりとか。はい、ねえ、いきなり小さいお子様ってなかなかドラムセットはね、椅子の高さが難しかったりとかするので、はいはい、逆にこういう小さい太鼓から入っていってね、抱えてドラムが叩けるっていうのはまたこれまいいかもしれないですよね。そうですね、リズム感も良くなるかなと思って。あ、いや、なると思います、それは。はい、もうぜひともですね、ちびっこ鼓笛隊を結成していただきたいなと。あ、ぜひぜひ。いや、本当ですよ、ボニーのね、ぜひともやっていただきたいと思いますけれども。はい、まあ、この1年、12月まであっという間だったと思うんですけれども、来年の抱負なんかがありましたらお伺いできればと思います。来年ですか。はい、今いろんなところでも演奏させてもらってるんですけども、ええ、おじいちゃんおばあちゃんのところに行ったりですとか、はい、屋外屋内いろんなところに行ってるんですが、うん、またさらにそういう幅を広げていきたいなと思って、はい、もうぜひともあれですね、いろいろ転勤とかで神奈川の方に行かれた時には、はい、子ども音楽教室にね、はい、顔を覗かせていただきたいと思います。はい。はい、ということで、はい、あと、はい、クリスマスの動画をこれから、として撮るので。あ、そうなんです。ぜひ、はい、見ていただきたいなと思います。わかりました。じゃあぜひともフェイスブック、はい、フェイスブックなんかでもリンクをちょっと貼らせていただければと思いますので、ぜひぜひ、ボニーさんの赤い太鼓で使ってますので、うん、はい、わかりました。お願いします。すいません、今日お忙しい中ありがとうございました。いえいえ。
はい、ありがとうございます。はい、落合さん、はい、これこのドラムセットなんですけど、まあ、12月15日発売ということで、はい、だいたい一つおいくらぐらいなんでしょう。これはですね、税抜きになっちゃいますけど3500円安いんですよね。これはでも77個限定ですから。そうなんですね。これはちょっとですね、はい、はい、実はもう正直なところですね、ええ、50個完売しちゃってるんですこれはちょっと非常に狭きもんですね。そうなんですね。東京のですね、はい、本当各楽器屋さんに申し訳ないと思うんですが、ええ、東京の池部楽器の秋葉原店ですね、うん、あと、新宿のロックイン、はい、におそらく多く売られていらっしゃると思いますので、じゃあこちら通信販売かなんかでも多分注文できると思うので、お早めに、はい、ね、あ、してください。これクリスマスプレゼントにはもう非常にいいと思いますので、はい、ね、ぜひとも皆さんお買い求めになっていただきたい、狭きもんですけれども、ぜひともお買い求めになっていただきたいと思います。はい、はい、ということで、小澤先生、落合さん、ありがとうございました。さよなら。はい、それでは皆さん良いお年を迎えてください。はい、ありがとうございます。はい、このコーナーは君の部屋をライブハウスにするアマチュアバンドライブのコーナーです。はい、本日はですね、12月の17日グランドソウルカフェガンズで行われる平熱クリスマス、ザ・キング・オブ・プラネッツプレゼンツ、大特集5週ぶち抜き企画の4回目ということで、今日はですね、まあ、この3回まではですね、ザ・キング・オブ・プラネッツをご紹介したり、そして歌う赤木さんご紹介したり、そしてハイダウェイマスタートクさんご紹介してまいりましたけれども、本日はですね、ザ・キング・オブ・プラネッツボーカリストの MC ブサイク、ということになっております。一曲お届けいたしましょう。 MC ブサイク with ザ・キング・オブ・プラネッツでお前を離さない。ご機嫌な賛同に乗っかってお送りいたしますのは、瀬戸内ソウル許可局公認バンド、ご存知11人のこれ入れて11人の侍、ザ・キング・オブ・プラネット、ザ・キング・オブ・プラネット、これザ・キング・オブ・プラネット。我々がお届けしたい思いはただ一つ、何があろうと生きている限りみんな同じなんだと、あなたも私も我々メンバーもみんな同じなんだと、北島舞だって大沢無教だってみんな同じなんだと、たった一つ、この一つだけでございます。それではお時間までごゆっくりお楽しみくださいませ。
はい、ということでですね、ザ・キング・オブ・プラネッツプレゼンツということで、もうこれで何回目ですか、4回目ぐらいのクリスマスパーティーになるんじゃないかと思いますけれども、本日もですね、座席指定、前売りチケットのみの、販売という形になるイベントなんですけれども、もう毎年毎年ソールドアウトで、お早めにチケットをお求めにならないと入場できない。そしてですね、もう恒例になっておりますダイビングゲーム大会、こちらの方はですね、豪華アパレルウェアがですね120点ほど、出されます。こちらの方もゲットしていただいて、楽しい一夜を過ごしていただきたいと思いますけれどもね。はい、それではここで2曲をお届けいたしたいと思います。 MC ブサイクボーカルでファファファサッドソング、そしてソウルマン、2曲続けてどうぞ。最後になりましたけれども、ザ・キング・オブ・プラネッツ・ウィズ・ MC ・ブサイクなんですけれども、12月の24日日曜日はですね、クリスマスイブにですね、ボーカリストクリントン・カーター、C コーラス
クリントン・カーターが主催しておりますゴスペルチーム、ゴスペルコーラスチームの C コーラスとジョイントということで、クリスマスパーティー、グランドソルカフェで行われるパーティーにも出演します。12月17日お聞き逃しの方はぜひとも12月の24日、お越しになっていただきたいと思います。それでは最後になりました、お届けいたしましょう、 In the Midnight Hour。 以上、スタジオ生ライブのコーナーでした。歴史に名を残す。バラの街福山にライブミュージックスポットオープン。グランドソウルカフェ、ガンズ、バンドライブからパーティーまで大型ホールでやってみませんか？あなたのサウンドをお待ちしています。グランドソウルカフェガンズ、電話 084-927-0071。 死に直のこう。ライブインフォメーション and ファックス、読む読む、ラッ、イヤッ。12月17日平熱クリスマスに出演するヒロシで I love you OK。
のコーナーやってまいりました。それではまず純ちゃんいきましょうか。はい、うちはですね12月19日うちのイベントなんですけども、戸川吉野さんがいらっしゃいます。はい、戸川吉野さん今すごく多忙でらしてですね、あんまり時間が取れないということで、1日3限なんですけども、こちらの日もうちが1時間早いオープンにさせていただきます。はい、いつもなら1時からのイベントなんですけども、12時からさせていただきますので、オープンも11時ではなく10時に開けて、対応させていただきたいと思っております。こちらももう少しのお席ですね、2000円でワンドリンクと CD とパンがつきます。よろしくお願いします。はい、パンがつきますよ。パンがつきますよ。これが名物ですから。この間揚げパンがとってもブームでございまして、はい、もうないんか揚げパンはと多めに次仕入れておきますということで、あとは12月の27日なんですけど、3年目になりました。はい、3年過ぎます。うん、3周年と忘年会と10、11、12月生まれのお誕生日からひっくるめて、はい、もう大変ですよ。ね、お誕生日、お誕生日ですよ。なるほど。はい、ということでこちら3000円のフリードリンク、フリーフード、うん、あとはビンゴゲームがつきまして、お誕生日の方にお誕生日プレゼントがつきます。うん、よろしくお願いいたします。はい、ぜひともですね皆様来ていただきたいと思いますけれども、はい、フリーフードとよく言いますけれども、純ちゃんとかも本当に食い切れないですからね。はい、持って帰りますから ね、うん、皆さんね、お腹痛い痛いは受け付けませんって言って、はい、それはそうですよ。ね、自己責任で食べていただかないとね。はい、気をつけていただきたいと思います。はい、はい、そして MC ブサイクさんは、はい、毎週のお楽しみ、この放送の翌日、明日金曜日はですね、グランドソウルカフェガンジにおきまして、私の所属するザ・キング・オブ・プラネッツ、そして、純ちゃんもですね練習に現れるという、まさしく先ほどの告知でありました平熱聖夜2017に向かっての、もう最終の爪ですね、練習を真っ最中やっておりますので、22時からやっておりますので、もしよかったら遊びに来てください。パンはありませんが誰かの差し入れがあります。ぜひどうぞ。はい、はい、パンはありませんね。パンはありませんね。さすがにね、お菓子はありますかね。必ずありますね。はい、はい、ということでね、まあ、来られた方が必ず持ってくるということでおなじみのねおなじみですから。いや、もう手ぶらで結構なんで遊びに来ていただきたい。でもバンド関係者が一回、はい、見たらやっぱりあんな感じでがっつり練習するんですねって言って、もう僕これしか知らないんで、がっつり以外何やってんですかって言ったら、彼は言葉をなくしてましたけどね。はい、ちゃんとやっぱりねきちんと練習しないとね。はい、私あと1時間長く練習したいですけどね。ね、本当そうですよ。うん、まあ曲数が多いからね、もう駆け抜ける感じの練習にはなってますけど、ね。はい、楽しい。はい、まあ、それ以外にいろんな人間模様も見れますけどね。そうですね。はい、気弱なお父さんがいたりとかね、はいはい、しますからね。はい、ということでですね、はい、グランドソウルカフェガンズにおきまして12月の9日土曜日は TR ドンキへ冬の定期ライブ、そして12月の10日はもういろいろとですねお問い合わせ多いですけれども、有価団ボーカリストの木村敦樹さんの一人旅のライブ、この日はですねチャリティーイベントになっております。多分ですね、障害者施設の方が作られたような展示物もまあ出るんじゃないのかなと思いますけどね。はい、そして12月の17日は平熱聖夜、こちらの方は4回目になりますか、もう、はい、早いもんでねなりますけれどもね、
私たち出演いたしますので、はい、ぜひとも応援に来ていただきたいと思いますけどもね、はい、そして12月の20日はですね、キーボーディストベッチ主催によります VSOP 福山のライブ、そしてですね12月の24日はクリントン・カーター&Cコーラス主催によりますクリスマスゴスペルパーティー、こちらなんとですね私たちザ・キング・オブ・プラネッツソウルバンドとしてですね、はい、でもその前に和訳がつくのを私は言っておりません、はい、クリントンにね、はい、歌う曲が全て日本語、はい、そして耳なじみのある、懐かしいソウルナンバーを日本語で歌うというね、びっくり仰天クリントンみたいな感じになりますからね、お楽しみです。私もね怒られるかもしれませんねお前んとこは英語じゃなかったのか、ね、これぞ瀬戸内ソウルなそうそう、ね、申し上げましょう。言わんといけんですね、はい、そして12月の31日は毎年恒例になっております年越しオープンマイク、はい、こちらは飛び入りですので皆様どしどし来ていただきたいと思いますけれども、明け方に来られても閉めてますよくあるのがね、あの初詣行った後にね、はい、じゃあちょっと夜中の3時4時にっつったらね、はい、もう言いません家に帰ってくださいお願いしますよ。もうそれでそこでお酒を飲まれるとですね、大概も朝7時を迎えてしまいます。なるでしょうな、それよくありますから、取り留めない話が ね、はい、ね続きますからね、店主は寝てますから気をつけていただきたいと思いますはい、そんな感じで番組進めてまいりました。この番組はガンズミュージックエンターテインメントの提供でお届けいたしました。それでは最後皆さんご一緒にせーの、ありがとう、バイバイ。